過去の気温変化。過去の気温変化では、様々な時間スケールでの大気と海洋の温度の変動について示す。最も精密な気温情報は、1850年以来の温度計の記録をもとにした系統だった観測、始まってからである。それ以前の時代、高深夜の表記の終了以降、特に寒深夜では、様々な見積もりがされている。一般に、温度計による、 直接的な観察は1850年頃から始まったとされ、これ以来地表面付近の準地球規模の気温の信頼できる記録が得られるようになった。それ以前にも温度計で計測された気温の記録が存在するが、温度計の普及率と規格化の問題があり信頼度は低い。19世紀、20世紀初頭の観測範囲は非常に少ないが、現在では 気象予報に用いられるため世界中の様々な地域の気象学的な情報が得られる例。気温の変化は規模や地域で異なるため、異なった様々な箇所からのデータを合わせて地球規模での平均的な変化を見積もることになる。これらのデータから19世紀後半以降、1910年から1945年、1976年から2000年の 間にかけて大規模な温暖化が起こったことが分かっている。現在、地球温暖化が問題となっているが、その原因が自然なものか人為的なものかが重要な問題となっている。温度計を使った地表面の気温データが得られるようになったのと同様に、戦場でも海水温が計測されるようになった。これらのデータでも、1860年以来の陸上の 観測地点で認められた温暖化と同の傾向が見られたにも示されている。これらの観測地点から得られたデータから平均の地球表層の気温は20世紀の間に0.6摂氏0.2度上昇したことを示す。気候変動に関する政府間パネル IPCC では最も信頼できる見積もりにいると地球表層気温変化は19世紀後半以降に 摂氏0.6度の上昇、95%信頼区間で0.4から摂氏0.8度上昇したと結論付けている。アメリカ国立科学アカデミーの2002年及びその後の報告書でも20世紀の世界的な温暖化の証拠を強く支持している。温度計を使った気温の測定にはその誤差による不確実さの指摘もある。これには観測点が 地球上すべての地域をカバーしているわけではないという点や温度計の仕組みや観測方法が変化していることの影響、観測地点の土地利用の変化の影響の問題も含まれる。船舶による海洋観測で得られた記録は陸上で問題になる影響が少ないながら、これらもまた観測方法が変化しているという問題がある。布製のバケツで海水を採取する方法から、 エンジンの取水口から採取して計測する方法へ変化。しかし、少なくとも都市のヒートアイランド現象の影響を受けていないという利点もある。気温変化に影響されて起こったと思われる現象を観察することによっても気温変化の二次的な証拠が得られる。降雪量、雪氷面積の広がり、海水面の上昇、降水量、雲の分布、エルニーニョ、塩素、 非常気象などである例えば、衛星データでは1960年代以来、雪氷面積が10%減少していることが分かっている。また、北半球の春と夏の海氷面積が1950年代から10%から15%減少し、20世紀を通して山岳氷河が縮小していることが認められている。気温変化の原因が自然現象でも、 人為的なものだとしても、世界的な気温変化は一様ではなく、今後もそうであると思われる。一般には高緯度地域の変化が顕著であると言われている。例えば、アラスカの北方沿岸域は地球全体の平均よりも、はるかに劇的な気温の上昇が見られる。また、南極の場合、南極半島の観測地点では、過去50年に摂氏2.5度の上昇が見られる一方、 東南極では特に温暖化の影響は現れていない。気温変化と関連して変化する現象は気温変化に影響を与えている、または気温変化に影響を受けている可能性があると考えられる。気温変化に似た変化傾向を示すものにはいくつかのデータがある。地球全体をカバーできる気球を使った観測が1950年代から始まった。 1979年から衛星による対流圏温度の計測が行われている。温度計による計測が始まる以前の長期にわたる記録は年輪の幅や産後の成長線、氷床コアの同位体など様々な手法から得られる。これらの手法で過去2000年間の北半球気温変化が再現されている。しかし、 これらの方法でカバーできる精度は荒く連続的ではないものもあり、最も適切な手法でも観測で得られる精度の悪い時期の記録よりも正確性には欠ける。手法、年輪の幅などと求めるものち、気温の間の関係も問題が残っている。自然から得られる定量的な手法、年輪などの他に人類の記録した歴史文献にも気候変化を示す記録がある。 間接的で、否定量的な場合が多いが、テムズ川の霧の状態、農産物の収穫具合、春の花の開花時期、雨や雪の異常降雪、降雨、洪水や干ばつについての記録等があり、これらも、歴史時代の気温を検証する際に有用である。しかし、一般には、自然から得られる手法に比べて、定性的な面で利用される。最近の研究では、 紀元前2200年から2100年の間に、チベットからアイスランドにかけて起きた急激で短期間の気候変化が世界的な出来事であったということが示された。この出来事は寒冷化と乾燥化を起こし、エジプト広王国の滅亡の主な原因とされている。古気候学のフィールドには太古の気候の記録が残されており、地球の過去の気温が数多く見積もられている。 この項では、更新予氷河の身体に焦点を当てる。関心予の1万年の期間の記録には、北半球でのヤンガードライアスキ、1000年間続いた寒冷期の終了以降の多くのデータが得られている。関心予の気候再温暖期は20世紀一般の気温よりも暖かい。しかし、ヤンガードライアスキ以降の出来事には、様々な地域的な違いがある。 南極ボストークの表彰コアからは42万年前まで遡ったさらに長い時間の記録が得られ、エピカコアでは最近では80万年前まで掘削、解析が進んだ。他の多くのコアも10万年前以上まで遡ることができる。ボストークコアは4つの表記、魔表記サイクルをカバーしており、グリーンランドから得られた GRIP と GISP の2つのコアは、 現在より一つ前の間表記まで得られている。コアのデータに見られる大規模な氷期間表記のシグナルは見事に一致しているが微細な変動の解釈にはまだ問題が残っている。また気温と同位体変化との関係についても完全に明らかになっているわけではない。さらに長い時間スケールについては体積物コアの記録で知ることができる。長く続く第期氷河期の中で 魔氷期の顕著なサイクルが始まったのは地質学的には最近のことである。この現在まで続く氷河期はおよそ4000000前の南極での氷河作用の開始と共に始まり300万年前の北半球の大陸氷床の拡大により周期を伴った大きな振動を示すようになった。このように徐々に起こる気候の変化は 地球の歴史45億年の間頻繁に起こり、大きな原因としては、大陸と海洋の配置の変化がある。地球温暖化の進行状況を見積もる際は、どの変化に焦点を当てるか、また研究に使用できるデータベースなどによって、議論の対象となる時間の長さは異なってくる。低速機器を使用した地球規模での気温の観測は1860年頃から始まっており、 観測点は年々増え移動する観測点も多い。IPCC の第4次報告書の陸地の世界平均気温については、都市のヒートアイランド現象の影響が最小限となるよう、GHCN、グローバルヒストリカルクライマタラジーネットワークなどのデータから観測地点を選び、さらに人口などによる都市化の補正を行うことで、表平均気温の値を算出している。 これまで IPCC は基本的に GHCN のような地上観測データに準拠してきたが近年はラジオゾンデや衛星観測などによって精密なデータが得られるようになってき。しかし衛星データには観測年数が少ないという欠点がある。また温室効果モデルによれば地上よりも大流圏中層の気温が上がると言われているが ラジオゾンデなどによって実際に観測された気温データには大流圏中層の特異的な消音現象、ホットスポットは観測されていないなど、モデルと観測の食い違いが指摘されている。一方、気象庁の陸地の世界の都市平均気温はこれまで GHCN の全データを用いて算出していたが、データ精度の信頼性をより高めるために2001年以降は、 気象庁に世界各国の気象機関から入電レタ、月気候気象通報、クラマ法の全データを用いて算出しており、都市化による補正は行われていない。また、全球平均海面水温は COBESST が用いられるようになり、陸地と海洋部分のデータを合わせることで、これまでよりさらに誤差の少ない全球平均気温が気象庁においても得られるようになってきた。 GHCN の観測地点は増減を繰り返しているため、その平均気温は絶えず異なる。数の母集団から求められており、継続した気温の変化を単純に比較することを難しくしている。特に1990年前後を境に、観測地点の急激な減少と平均気温の急上昇が同期して起こっている。また、GHCN の観測地点は、 アメリカやヨーロッパなどの先進国に偏っており、気温測定そのものに対しても、観測地点の周囲の環境の変化による影響や百葉箱などの保守管理に対する不備を指摘する声もあり、観測地点の選定や都市化の影響等を受けた近年の気温測定に関する不備を指摘する声は少なくない。一方、IPCC の報告書によれば、気温変化における都市化の影響はそれほど、 大きくないとされているが、観測地点の変化と平均気温の間に高い相関が見られることなから、IPCC の気温データに対して批判的な見方がある。長期の見積もりに関しては、樹木の年輪や表彰など様々な自然界の指標を用いて千年単位の気温変化の復元が行われている上記。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。